どうも動画ご視聴いただきありがとうございます。中村凛です。今日は関わるとヤバい人ってどんな特徴があるのという疑問にお答えします。今から皆さんの周りに潜んでいるかもしれない有毒な人の特徴ベスト5をご紹介するので、もし今後有毒な人に出会ったとしてもその人物が自分に危害を加える有毒な人なんだなと認識して直ちに離れることができます。このチャンネルではナルシストをどのように対処したらいいのかわからないという方に向けていろんな状況で役立つアメリカの心理学の知識や対処法をわかりやすく解説しています。このコンテンツが参考になった役に立ったという方は高評価シェアもよろしくお願いします。皆さんにこのチャンネルをサポートしていただけることでもっと多くの方にナルシシズムやガスライティングを広く知ってもらえたりこれらの情報が必要な方々へ届くのに役立ちます。関わると有毒な人の特徴ベスト5は全部人のせいにします。責任感が弱い人は責任逃れをするために自分のミスをも全部人のせいにします。その裏には自分の重荷になったり罪悪感を感じたくないという心理から何もかも親のせい社会のせいと自分の問題を他者になすりつけて安心しようとするんですね。有毒な人は被害者側に回るのが上手です。何か台無しになったり物事がうまくいかない時に彼らはこいつのせいでこうなったと脳内変換してそれが明らかに彼らの問題であっても他人を責める必要性を感じます。彼らは周囲の評価に左右されると同時に必死に自分を守ろうと防衛規制が働くので他者を犠牲にして相手に責任を負わせるわけなんですね。関わると有毒な人の特徴ベスト4は批判的です。誠実で正直なのと心ないことや思ったことをズバズバ言って人を傷つけるのは全く違うものだと思います。人の気持ちに敏感な人はデリカシーがなく物事をネガティブにしか捉えません。有毒な人は他人の幸せや喜びは彼らにとって苦痛で人の不幸は彼らにとって喜びなんですね。この病的でサディスティックな感情をシャーデンフロイデと言います。復讐心や妬みなどの否定的な感情が分散して人が苦労したり失敗したり悲しんだりすることがむしろ喜びや嬉しさなどのポジティブな感情に変わってしまうんですね。他人の不幸を喜ぶというのは自分よりも劣った人を見たいという心理が挙げられます。例えば大したことない些細なことでも相手の価値を下げるために必要以上に称えたり自分のことを棚に上げて相手を責め立てて罪悪感を感じさせるんですね。批判的な人は間違ったことをしていない人でもターゲットに定めてまず粗探しをします。そして非難するために足元をすくうように相手のミスを見つけてはとにかく叩いて相手の価値を下げます。悪人は善人を悪人に仕立て上げることから始めるという言葉のように他者を攻撃する自己愛傾向の強い人は極めて精神病理的であるとされています。自分を上げて人を下げるためにターゲットを徹底的に否定します。そしてターゲットが何をしようとまず否定から入ることが多いんですね。この人はおかしい、この人は間違ってる、この人に問題がある、この人のせい、この人が責任を取るべき、こういうことを常に言ってる人や感じさせてくる人が身近にいる場合は皆さんはおそらく有毒な人と関わっている可能性が高いとされています。有毒な人の特徴ベスト3は不満や悪口ばかり言います。陰口を叩く人と一緒にいるとして他の誰かの悪口を頻繁に言ってくる人って自分の悪口もどこかで言われてるんだろうなって思うんですね。あちこちで悪口を言う人は信用できないしそれがその人のあり方だと思います。もちろんストレスをためないために愚痴を吐くことは必要です。
ただ自分に関係のないことを非難してバカにして人の価値を下げたり人を精神的に追い詰める行為は明らかに悪意があります。悪口ばかり言う人はプライドが高い割に実は自分に自信がなかったり不満が多いんですね。ストレスを抱えていてストレス発散するために無自覚で人に精神攻撃している人も多いです。他の人にフォーカスすると自分が抱えている問題から目を背けられるので人の価値を下げれば自分の価値、存在意義や自己評価が高まると思い込んでしまっている状態なんですね。ただこの心理の背景には正義感を振りかざして相手を正しているという思いがあったり非常に排他的なんですね。自分と同じ価値観の人以外を認めずものすごく極端思考で自分の常識が世間の常識と思い込んでいることがあります。本当に心から幸せを感じて自分の生活に満足していたらわざわざ誰かの悪口を言って侮辱したり人を粗末に扱う必要はありません。私たちがネガティブな人と一緒にいれば自分もネガティブになっていてポジティブな人と一緒にいれば自身にポジティブな影響を与えてくれるはずです。有毒な人の特徴ベスト2は被害者のふりをします。ナルシストやサイコパスは周囲の人からどう見られているか自分への評価に過敏なんですね。なのでいじめや虐待ハラスメントの加害者は自分のやっていることを暴かれた時に被害者を演じる傾向があります。また自分のミスを認めることを恐れて謝罪をすることはありません。異常なほどプライドが高く彼らにとって自分の非を認め謝ることは自分は相手よりも格下だと認めることと同じです。もう一つ有毒な人にとって被害者のふりをすることが好都合な理由はターゲットを悪者にすることで自分が優位なポジションに入れることを理解しているからです。加害者であることの罪悪感を一切感じたくないがためにターゲットにガスライティングをして罪悪感を与えます。有毒な人は投影を行うためにガスライティングを使用します。投影は英語でプロジェクションと言って彼らの心の中が相手に反射されるものです。彼らが負わないといけない責任や失望、恐れ、焦り、恥などの否定的な感情や現実に対処することが困難なためにこれは自分のせいじゃなくてこいつのせいでこんなことになったんだ自分はなんてかわいそうなんだと思い込み現実を歪ませます。ちなみにこの後によく起こるのがスミアキャンペーンです。加害者の奥が被害者になりきってこの人にこんなことをされたと周囲に噂を流し始めます。彼らは自尊心が低いので他者からの称賛や承認を過度に求める傾向があります。周囲にあなたはあんなに頑張っていたのにあの人のためにあんなに尽くしていたのにあなたにそんなこと言うなんてありえないと言ってもらうことで安心感を得ます。これが被害者のふりをするプレインザビクタムという心理テクニックで有力な人は被害者のふり、投影、スミアキャンペーンを繰り返して自分を守るためにターゲットを陥れます。有力な人の特徴ベスト1は平気で嘘をつきます。有毒な人は病的な嘘つきです。病的な嘘つきというのはちょっと普通では考えられないような悪意のある嘘をついたり嘘をついている自覚がなく人によっては自分のついた嘘を信じ込んでいることもあります。病的に嘘をつく人は嘘をつくことが癖になっていて一般的に虚言癖と言われるレベルです。病的な嘘つきの特徴はプライドが高く負けず嫌い、承認欲求が強い、劣等感が強い、人に自慢したい、いつも悲劇のヒロインでいたい、嘘をついてもバレないと思っているなど、病的に嘘をつく人は自己防衛や自己正当のために嘘をつきます。自分をよく見せようと自己顕示欲が強いことから見栄を張るために自慢するような行動は子供の頃から見られることもあるらしいです。どうでしたか？皆さんの職場や家族に有毒な人はいますか？こういった自分のメンタルが病むまで徹底的に攻撃してくるナルシストやサイコパスに打ち負かされないようにこのチャンネルで
彼らの心理からパーソナリティ特性からメンタルに影響しない適切な接し方、関わらない逃げる以外の対処法、予防策から豆知識まで全部まとめて分かりやすく徹底解説しています。メンバー限定動画ではナルシストに絶対言ってはいけない一言について話しています。メンバーシップ限定配信では特典としてメンバーの方だけにナルシストへの対処法やマルハラから立ち直る方法など通常動画で話していないもっと踏み込んだ裏話やナルシスト対策に活用できる知識を提供しているので、興味のある方は概要欄に貼ってあるリンクからお気軽にご参加ください。はい、今日は有毒な人の特徴ベスト5についてお話ししました。この動画が参考になった、共感したという方はチャンネル登録よろしくお願いします。また皆さんの体験談や感じたことなどあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。通知設定をオンにしていただいたら最新動画をいち早くチェックできます。では次回の動画で。